そう。どこか分かんないチームと老害チームです。お願いします。さっきマサが俺勝ったわって自慢してきました。頑張ってください。2-0 です。いや普通にこっちにしたら、おーやば。裏で行われている1年女子対 OB 女子の戦いが20対21ですごい面白かったので、こっちの応援者はゼロです。一方この時こちらの試合、この人数、このすごい応援の数で、この裏で行われている寂しい試合がこれ、結構誰この人たちみたいな感じですね。あ、一緒撮ろうよ。今ビデオを変わりましょうかって言ってくれた素晴らしいあなたのお名前をお聞かせください。はい、吉田芽衣です。はい、素晴らしい心がけです。ありがとうございます。メイという子、1年生からなんか貫禄がすごくて、かなり上の先輩だと思われているっていう噂を昨日聞きました。そうなんですか？うん。メイちゃんがですか？うん。いやだって、常に真顔やったけんね。もうビデオ好きやわ。有能。じゃあ日和の紹介。何が有能やわ、慣れどれやろ。試合レントにビデオ係してくれるとか言うんですね。完全に舐めとる発言が。はい、有能。池崎さん、就活お疲れ様でした。池崎さん、大して何もしてないらしい。お前が言うな。どこ、何もらった？両手1個。両手2個あるし。通達。両手2個あるし。6、2、あ、ちょっと。いやなんなの？いや、落ちてきたから。ナイスナイス。日和たちも負けた。負けたんですけど、あと1勝1敗です。言い方は絶対悪いよね。もう1試合目で決まるみたいな感じ。ヒルたちの戦略分かりますか？なんか衣装を揃えてる感出しつつ揃えてないっていう。違うよ。そういうのじゃない。そういうのじゃないし、レフトアタッカーはバテたら交代っていう戦略。バテたらベイちゃんとチェンジっていう戦略。それ正解するわけないやん。おかしいと思った、打つの。いや、本当にね、飛べんね。37という非常に厳しい形でのチェンジ。こっちどこですか？もう分からん。泡盛って書いてある。あ、これ球大の人ですよ。じゃああれ、どこか球大じゃないですか？だって見たことあるやん、キノコの人。俺見たことないんやけど。ない、あのキノコ。あるやん。キノコっていう言い方やめろ。誰か分からないし、そんなキノコのやつおらんやん。これキノコ。ライトでしょ。ライトか。言うて。だってほら、お酒おごってくれた人、私は行ってないから。あの二次会の時に。そう、多分。キノコ VS カボチャ。それで銀皿の方やったっけ、分からん。私行けないのよ。銀皿で踊ってくれた方かな。分からん。ひより銀皿でバイトしようと。してないよ。ひより長政だよ。あ、長政だよ。長政だよ。ショルトマだ。なんちゃ続いてますよ。まさになんか、まさにあれよね。はい、まささんの紹介。チームのやり出しをいたします。紹介っていう誘拐みたいな感じ。クラブ秘密の皆さんは内部交際をお入りください。いや、マジでね、長政お客さんもいっちゃう人気やけん。マジで忙しい。5-8になってます。なんかさ、奥、はい、町にさ、長政の系列ってあるやろ。はい、あ、ありますね。
俺のね、学科の、あ、マジか色彩屋かどこですよね。あ、そう、色彩屋ってどこで先輩がバイトしとって、うん、学科のでなんか飲み行ったんよ、うん、一回したら長政のバイトのゆういちさんですよね。女の子と男の子が来てる、ちょっと大きい人ですよね。あ、男なんかでかかった。あ、でかい人。え、だってチームのお呼び出しをいたします。池田さんが、池田さんが来たって言いました。ブラブ藤光の皆さんは至急第二交代を入ってください。あ、そう、でその人だって話したんですよね。マサさん気持ち悪いって分かるって、分かるって言ってたんですか。そうそうそう面白い。マサバイト先でいじめられとんやなって思ってまあそうです、ね、そうです知らんけど。それでいじめに加担したらダメよ。私はいじめないですよ。7対9めっちゃあのボール入ってくるけど、何事かと思ったら向こうに大木さんがいますそういうことです。あ、のりさんもいます。のりさん大木さんや。お、ナイスサーブ。なんか高くが後ろ来るってなんかいけるいけるね面白い。本当それなんかまだあの中では未熟なんやろうねなんかキューバ感がもう、なんか見た目がキューバみたいな。ヒオリとかさ、ボール取ってもらってありがとうございますとか言っていつもありがとうございますって返しちゃったら、見たらキューバの人じゃなくて高木やったっていう4回目くらいで気づくんだ、いつも高木やみたいな。わかるやん、ね、いや、わからんよ。追いつきやしたね、てか中級でリードしてます。竹下さんのサーブが、え、好みでは絶対あれよ。あれ出た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 、いやらしいやつ。あー、決められてしまう。ジュージューチェンコしていく。あのクロックスすげー気になるよね。どのクロックス？あれ？そう誰のやろ。なんか引っかかりそう、いつか。え、なんか竹下さんのズボンめっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いね。そんなこと言ったら喜ぶけん、言わんといて帽子様はね、ああいうのがね、強いよね。うん、かわいい。まあでも、ね、それはなんか、頭の方がないんですよ。うん、あー、確かに。でもあれいいよね、ああいうのさ、なんかワンポイントあったらめっちゃいいよね、とか言って絶賛しとるやつらの衣装がこれ映ったんで、映ったんで。センスないけん、あんま。ちゃんとアップでしてください、このゾウさん。かわいくない？やばい、試合取らんの、これ、試合取らんの、これ映してくださいって言ったんだけど見せてみよう、分かっとるねあの、すぐ文句言われる誰あれビデオ撮ったの、ブリブリなんやけど。もう俺自分のビデオ持ってくるで、それ撮って言われるそうなんですか。あー、やばいな。やばいよ。試合どうやった？森さんたちにボッコボコ。なんか1年生たちがね、5点しか取った。いいですよね、森さん。だって強いもん、あそこえぐかった。えぐいよね。大丈夫、もう後半ぐらいはずっと2点でいって、2点しか取れてない。いや、これの流れはちょっと切りたい。4点差が縮まらない。いや、砂が厚い。多分負けたら終わり。マジですか？ここ3試合目やろうって、さっきなんか外国人の人たちに。いや、勝ってた。それは勝ってたけど、1試合目まさに負けとったから。まさに？あ、まさって言ったらダメやな。あの、不番や、不番。ああ、でも強そうや。まさが自慢してきた。練習してる。何か当たり前気なんですか？誰にとも言わずに、誰に勝ったとも言わずに、もうコットをって聞いてもないので言ってきた。誰にって聞いてほしいんやろうなって思って、あえて聞かなかった。頭いいです。なんか、ゴールインするの誰かって。ゴールイン多いね、この試合。はい、
嫌な時のゴールよっしゃナイスナイスです。よっしゃ追いついてきてる、頑張れ。ここでお腹減った。こいつら打ちすぎ出せんの考案者思いっきり見た見ろって最初の方に、まあ、この人何書きたいんやろってよくわからん日記があったら大体が面白いゲームだ、はい、そうなんです、いきなりなんか自己紹介とかで入ってるのはあんま面白くないです。序盤意味のわからんことを言うのはよく見てたら変なことをしたいと思う。それは誰ですか主に。池崎さんが千葉子さん、あ千葉子さんに一応面白いです。あと誰が面白いやろ。あとはね、まあ、リノさん評判が高いのは、まあ、リノもやるしですよ、まあ、どう頭いいから面白いんです。あんな文章を長く書き切らん。だって千葉さん、え千葉さん2回目の4年生しないそうやけど、でも絶対地頭いいですよ絶対地頭いい。よかったですね、褒められてますよ。地頭がいい。地頭悪い人は日記とか書けないんですよ。はい、あんな文章あれ書き切らないですよ。なんかやってる日本語が出てこう。じゃあ英語で書けばいいや。でも線がわからんもんな。でも線がわからんもんな。英語で線わからないです。ね、私の英語は Do you like で止まってますから。えマジで Do you like 田中久美までです。田中久美 Do you like 田中久美。誰田中久美。教科書に出てくるやつやばい、ね、This is a pen と Have you Have you had bird みたいな How many birds do you see みたいなありますあれしかわからん。やばいやばいな。本当にやばいってことが分かった。How many birds do you see って何どういう意味ですか。分からんのにそこだけ覚えてる。めっちゃ言わされた記憶が。How many birds do you see? How many birds do you see? って言わされた。どういう意味ですか。どのくらいの数の鳥を見たことありますか。そういうことか、うん、使えないですねそれ日常で。まあ使わんけど別のなんかやつはいけるくない。その鳥じゃなくて人みたいな。あ友達みたいな。あ英語いけるわこれ海外旅行その調子で簿記の2級も余裕やん。簿記はマジ無理。あ、ナイス。うわーすごい、さっきのはすごい。これで追いついたからね、でかいプレイヤー。で、ここで和明は西大タックルサーブを打つかもしれない。頑張れ。あ、いいいいよ。うわー今打った。打ってる打ってる、大丈夫。手のひらでね。めっちゃペロンですね、上手、はい、すごい。いやー追い詰められていく。あこれはいいよ。ここ1本、ここ1本。あすごい。はい、チャンボチャンボ。うまいけ。すごいですね。柴田さん頑張れ。柴田さんじゃなくて竹下さん頑張れ。マジすごい。おい。すごい。いやーここ取りたいね。何サオリスだな。ナナがじゃない、誰かと。めっちゃセット、うん、やばいね。まあまあ、セイわ、大事なところやん。怒られるよ、多分。お前、今マジで怒られるなんで取ってないとって。2チャンス頑張れー。見て、思いっきり。どうした。全然見てない。あここに来て観客が増えてきました。おめでとうございます。よっしゃー嬉しそう。あ、それは勝ちか。
そうだよ、ケースなかったんだ。勝った勝った、イエーイ、やったやった、勝った勝った、勝利の前、勝利の前、あそこにも勝利がいる。おめでとうございます。